ちょっともうちょっとこれやばい、腹全入ってこないよこれ。うわ今初めてこれで見たけどやばいねこれは。激イタじゃんもう本当に。これは激イタだよ。これ何言ったって文句言えないよね。もうこれはすごいな、もう、うん、今時いないだろこんな。びっくりした、ペアルックなんて今時いないよ、うん、もうちょい分かりづらいよ。そうそう、なんかちょっとブレスレットとかさ、そう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 、ちょっと小物とか分かるけどさ、もう令和なの、釣りだから令和で、これは恥ずかしい、最悪ですよ。びっくりしました。ただでさえその噂が立たないコンビじゃん、男女コンビの中でも特に普段から言われますからね。もう認める、付き合ってるって。いや私は付き合いたくないよ。ちょっと悪いけど、だってこの間その無限大で彼女結構お菓子作りが得意なんで、で一昨日ぐらいもお菓子クッキー作ってきて、うん、いろんな人に配ってて、じゃ楽屋で僕らの後輩の子がこいつに、おいデブちょっとお菓子くれよみたいな、まあ、うん、いつものいじりみたいな流れで、でこいつがいやデブじゃねえよみたいな、うん、わーわーやってて、それを僕ソファー、楽屋のソファーでこうじっと普通に見てたんですよ、目の前でって言ったら、うん、隣に後輩のシンボルっていうコンビのアンリっていう女芸人が、うん、何も喋ってない僕の顔パッてこうやって見たの、うん、ですぐこうやってやったので、俺1分くらい考えてたの、なんで今あるんで俺の顔見たんだろう、急にね。だってこっちで私があの柔らか鈴木っていうデブの男とこう絡んでたわけですよ。そうそう、でパッと見て、うん、考えて、えちょっと待ってアンディって言って、今一瞬俺のことを見たよねって言ったんだ、もうそうそう言った、聞いたの、はい見ました、え、ね、それってさ、その西田がそのデブいじりされて俺が怒ってないか見たのって。なんで分かったんですか。ふざけんなよお前、地域が起こしてると思ってアンディが一回地域さん切れると思って、もし立ち上がったら止めようかな、ね、俺彼女じゃないから、俺西田のこと、私がいじられてんの、地域が起こってると、ふざけんなと大声出したもん、見るわけねえだろそんな、いやいやちょっと怒ったらちょっと申し訳ないなと思って。ありえる、でも私は西田さんあんまデブだとは思ってないんでとか聞いてたからアンディより安いだよ本当に、もう噂立ちますからね。